はい、おっちゃんです。どうも、おっちゃんです。PS 版、ドラクエモンスターズ、1、2の2の方ですね。いよいよ、狭間の世界に来ました。終盤ですね。遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さて。こっから強敵が出てきますね。まあ、ここでレベル上げしてたんですけどね。なかなかね、敵の体力が一気に増えて、レベル上げもそんなにはかどらなかった。けど、スラッシュ53まで、ね、上げて。今、特技封印してますけど、特技使って、できるだけ敵を早く倒すような感じにして、おお。あと、一つ目ピエロとオストロールが仲間にできたんでね。よかったかなと。オストロールはお肉で、持ってたお肉をオストロールに投げてやって、偶然仲間になって。一つ目ピエロは、戦闘後に何もしてないのに、起き上がってきた感じですね。うん、ここ序盤は結構特技を控えると、特技を使うなにすると何ターンかかかったりしたんだよね。おっと、うん、やっと来たか。思ったより早かったではないか。ここで今までの借りを返してやると言いたいところだが、ドーク様から宝を預かってくるように言われている。あ、約束の宝を持ってきたんだろうな。何、持ってきてないだと？残された時間が少ないことはお前でも分かっているだろう。意外に素直ではな、素直だな。では宝を渡してもらおう。え、渡しちゃうの？引き換えじゃないの？よし、確かに受け取ったぞ。これで全部だな。あ、これを道具様の元へ持っていくのだ。これでさらに強い魔物が我が力となるだろう。お前には心から感謝するぞ。クックック。俺にとって力が全て。力こそが俺の信じる正義。お前の信じる正義とは何だ？世界を救うことか、それとも家族を守ることか、それが力なき者にできるのか。俺もお前も力を求める。目的こそ違うが、手段は同じだ。邪魔をする者はを倒す。その結果に変わりはない。さて、そろそろ始めるとしよう。お前との最後の戦いにしてやる。力なき者は消失せろ。ここでこいつとの戦いか。ここであまり消耗したくないな。強いぞ、強いぞ。ペギラゴン。ちょっと待って、傷回復するタイプ？ここは死神貴族から倒してほしかったな。
おお。あ、バカな。俺の魔物が、最強の魔物が負けるとは。俺が間違っていたとでもいいのか。信じられん。俺よりお前の方が。おお。よいしょ。色はこんな感じ。コストロールが現れた。釘を使うのか。 MP 温存で。動く石像、動く石像欲しいね。もうお肉ないよ。宝だ。いたー。あ、お待ちしてました。ようこそ私の城へ。そうそう、あなたの持ってきた宝はすでに受け取りましたよ。いや、素晴らしい宝でした。あなたはコレクターの鏡です。そもそもコレクターには2つのタイプがあるのです。本人にしか価値のないものを集めることに夢中になるものと、他人の羨むものを自らの欲望と変え集めるもの。何かを集めるということでは同じに見えますが、そのエネルギーの源は全く違うのですよ。心の奥に眠っている見栄や欲を源に放たれるエネルギーは私の力となるのです。パッパッパ。私はあなたが求めるマルタのへその代わりを持っています。これがなければ国が一つ滅んでしまうんですよ。私にとってこの瞬間がたまらなく最高なんですよ。もっと妬み恨みなさい。その感情が心地いいんです。さあ、私を倒せばこの不思議なへそはあなたのもの。しかし残念ながらあなたはここで死んでいくのです。その無念さが私の糧、エネルギーとなっていく。ファッファッファ。来たな。命を大事に。おお。
まあ、キャドギリー、ギガスラッシュが来るよ。これいける？自分らで回復いける？お、トークを倒した。な、なに？この私が、そうか、そういうことですか。どうやら私の勘違いだったようですね。あなたが宝を集める理由は見栄欲ではない。私には理解できない他の何か。そして、それは私の力は、私に力を与えてはくれなかった。あなたはコレクターとしては最低だ。だが、最高の仲間を信頼できる仲間を集めたみたいですね。うふ、私の負けです。この宝箱を開けなさい。お、不思議なへそを手に入れた。どこからともなく声が聞こえる。おい、聞こえるか、いる。そのへその代わりを見つけたか。いいか、マルタに呼び戻すからじっとしてるんだぞ。生かしたぞ、いる。マルタの力を分けてやるよ。ほら、回復したぜ。早速俺にも見せてくれよ。お、これが不思議なへそか。うん、さすがいる。俺は最後まで信じていたぞ。早速マルタのへその代わりになるか試してみよう。第二形態とかないの？ドラクエといえば的に第二形態があったりとかするんだけど、見ろ、ぴったりだ。ついにやったな、いる。もしかして少し揺れなかったか。どうやら間に合わなかったようだ。へそは閉じられたが、もうマルタを支えるだけの生命力が残っていなかったのか。ここまでやったのに。もうこうなったらどうしようもないか。お前もよくやったけど、これも運命かもな。よし、今から逃げ出すとみんなに伝えてくれ。俺はここでもう少し時間を稼いでみる。さあ、ここでお別れだ。気をつけてな、ギル。ほら、さっさと行けよ。どうしたどうした。今日はさすがの俺もここまでか。まだ綿棒のやつに借りを返していないのにな。いる、カメハ。それに島に住むみんな、お前たちは無事に生き延びてくれよ。お、どういうことなんだ、これは一体。みんなの元気をちょっとずつオラに分けてくれ、いきな。Thank you.
マルタと異世界、住む世界はたとえ違っても築き上げた人と人との絆は強く結びついていたんだな。本当にありがとうよ、お前のおかげだ、イル。皆の者、よく来てくれた。紹介しよう。この者がマルタを救った勇者、イルだ。島が沈む一大事に、アメハが原因とはいえ、誰一人お主の計画に耳を傾けることはなかった。傾けなかったとことは、しかし、お主の行動が皆の心を動かしたのだ。いるよ、お主には感謝の言葉もない。さあ、今日は無礼講じゃ、みんな楽しむがよい。何もできなかったから今回は俺の負けだよ。でもこの次はマスターとしてお前に勝負するからな。わしの子供の頃でもこんなにしっかりしておったかのう。マルタは救われた。もう安心してよいぞ。マルタのへそはしっかりと栓がされており。一人でマルタを救うとは大きくなったら楽しみだな。こんなところで立ってないで楽しんできたらどうだい？楽しんでくるの？じゃああなたこの島の有名人よ。異世界のお話聞かせて。もう食べれません。グーグー。疑ったりしてごめんなさい。今度は絶対に信じるわ。あ、でも二度と怒ってほしくないと思ってるのよ。何一つもできなかった。自分が情けない。うちの孫にも見習わせねばの。いやー、高望みすぎじゃわい。あ、半分ぐらいでもいいくらいじゃ。今日の主役がこんなところにいてはダメじゃないか。おめでとう。とうとうやったな。マルタのへそが壊れた時はどうなるかと思ったけど、魔物たちと力を合わせてついにマルタを救ったんだ。どうしたんだ、なんか浮かない顔だな。そうか、仲間になった魔物と旅することや新しい世界でいろんな人々と出会うことが楽しみになってきていたからちょっと寂しいんだろう。そんなことなら心配しなくていいぜ。今度はへその代わりのものを探す旅じゃなくて、お前自身のお前だけの旅を始めればいいのさ。世界の数なんてそんなこと誰も知りやしねえよ。俺たちが冒険する世界がなくなることなんてありえないぜ。おお、クリアですね。ストーリークリアです。ちょっとレベル上げすぎた感ありましたね。レベル上げにはまっちゃって。中盤、あと、グレートドラゴンだけレベル差があったのを埋めたくて。レベル上げをちょっとしまくってしまったから、ちょっと後半あっさり最後終わってしまったのがちょっとあれでしたけど、まあレベル上げはほどほどにってことですね。レベル上げはほどほどにということなんでしょうね、多分ね。けどね、育成したくなる。うん、モンスターをいろいろ作り出して、それを育成したくなるゲームですね、これね。レベル上げが本当楽しかった。苦にならなかったですね、あんまりね。
あとは結構レベルも早く上がるし、経験値いっぱいもらえるから、サクサク育てられるんで、良かったですね。いやー、無事クリアでございますよ。いいですね、エンドロールはね。まだエニックス時代のゲームですもんね、これね。笛になる前の。いやー、このリメイクはいいですね。ちょっとね、個人的にね、2D がリメイクで 3D になるのがちょっと好きじゃないタイプなんでね。2D が好きなんで、ドラクエは、やっぱり。良かったですね、これ。2D の安心感というか。ちょっとね、テリーのワンダーランドの方はちょっと、ツイキャスでやってて、YouTube の方でやってなくて、で、配信外でクリアしちゃったんで、ね。もう一回テリーやろうかなと思ったんだけど、2周目するのもちょっとなんかあれだからね。だから、ワン、ツーの、ツーの方は YouTube でやろうかなと思ってやったんですけど、あとね、ライブ配信じゃなくて動画なんで、レベル上げとか、あの辺は全部カットできたんでね。もう、寝転がりながら延々と十字キーで敵出して、丸ボタンで決定するだけの作業なんでね。でもね、最後ね、最後のモンスターのキラーマシンだけがちょっと心残りでしたね、やっぱね。あれが58でカンストだったんで、他にモンスターいっぱい捕まえられてて、キラーマシンをさらになる上位種に変えることができたら、もっと育成はかどったかな、みたいな。育成楽しめたかなっていう感じで、結局カンストのままクリアしちゃったんでね。ドラゴンクエストモンスターズ1-2終了です。ルビーコンティニュード。よいしょ。OK の書に記録しました。このまま電源をお切りくださいということで、これで、ドラクエモンスターズ2の配信、終了したいと思います。ここの先もね、いろいろ続くんですが、
まあそれは、それとして、とりあえずメインストーリーはこれでクリアということで終わりにしたいと思います。全5回かな、5回、6回、6回かな、お付き合いいただきましてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。それではまた、お疲れ様でした。ありがとうございました。ではでは。